Oh!
め時だな。まあ、こんなことか。なんということだ。稼ぐぜ。
飲んでって。課長、てめえ、ほら、なんとか言えよ。舐めてんのか。悪かった、大丈夫か。それで済むと思ってんのか。ほら、もしかして桐生さん。やっぱり桐生さん。レイナ、ちょっとどうしたの。血が出てる。怪我してるの。大丈夫。ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの。いいんだ、何でもない。それよりもう言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。道島組に追われてるのね。ああ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ。ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイスターも兄弟の縁を切った。え？あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだから、これいい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て。ああ、それじゃ後で。必ずよ。レイナ、すまない。謝るのはそれで最後にしてね。あいつあそこにいるぞ。財布出さんがポギー。うわっ。Ugh!
逃がさへんで。それ取れねえだろ。いや。ちょっとできませんか。ちゃんと来てくれたのね、桐生さん。あまり長いはしない。橘ってお豆腐から連絡が来るまでだ。それまでの間、頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷、手当てしなきゃ。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか。風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、さっき桐生さん、錦山君と今日今の俺はどう。そんなことだと思った。結局あなたたちって。錦山君はうちに来るとき、いつもあなたのことを楽しそうに話して。私にはそんな仲間がいないから。何にしても桐生さん、一応知らせとくけど、今日この店に心当たりや。ああ、時間切れ。俺には殺しの濡れ衣が着せられている。殻の一つぼに出た死体の件でな。それを立花が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。でも濡れ衣。ああ、桐生さん、誰か来る。今の時間、もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。堂島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。おら、出てこいや、キリュウ。この店はずっと張ってたんだよ、バカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ、おら。キリュウさん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい、全員が。へい。すまねえ、レナ。やっぱりここに来ちゃいけなかった。キリュウさん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ、キリュウ。Ah!
キリュウさん。店荒らして、すぐにこいつらの仲間。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかも。無駄だ。ヤクザがここまでやるからにはさ。そんな、いればあん迷惑だなって。じゃあ迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。え、こいつを錦に渡してほしい。これは、それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん。もう逃げらんねえぞ、キリュウ。ああ、だがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカな、まだまだ駆けつけてくる。どうあがいて地獄見んのはてめえだけだ。俺はぶっ殺せ。Ha!
なんて。兄弟頑固なだが、あば立花の居所は後でじっくり兄弟手柄はてめえにくれてやる。ギリアおめえが変わった立花はどうしてんだろうな。東の頭も報われねえな。立花必ず殻の一つぼう。俺はどんな目に遭おうが今ここで追い詰められてんのは知ったふうな口。任せとけ兄弟、たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア
遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろ、おめえら！くそ、逃げやがれ！なかなか、あなた、おかげで、苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。
おかげで助かった。俺は甘かった。自分はそれが今じゃ、俺が近くにいるだけでセレナのママ風間のおやつさん錦、それにあんたも、結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考え、これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。なら、さっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。あんた、何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私には正しい、あなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用し、あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか。あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命も。立花、今のはシラフで言うことじゃ。よかったらいっぱいおごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい、橘！社長！しっかりしてください！社長！